あ、もしもし、佐久間だけど、ちょっとさ、驚かないで聞いてほしいんだけど、急に100万円必要になっちゃってさ。そう、エンタメの万札があったら100万必要。あのさ、作家の福田がさ、俺のラジオの放送中にタコを壊しちゃって、急に意味わかんねえタイミングで音楽流れ始めんの。マジで意味わかんなくねえ。でさ、俺の上司がさ、めちゃくちゃキレてて、今すぐお金用意しろって言ってるから、ちょっと変わります。もしもし、佐久間の上司の佐久間です。あなたの息子の佐久間さんの部下の福田さんが日本放送のタコを壊しちゃって、修理に100万かかるのね。これどういうことかわかる？今すぐ100万用意しろってこと。でもさ、今深夜じゃんって思ったんだよね。今行けなくね？そこで佐久間は考えました。アップルカード10万円分を10枚買って、そのコードを電話で読み上げてほしいのね。そしたらこっちで入金手続きするから、今すぐコンビニに向かってほしいの。そう。何？詐欺じゃねえよ。これ何詐欺？これ何詐欺になんの？ガッハッハ詐欺？エンタメ詐欺？意味わかんねえんだけど。あ、買ってきた。あ、じゃあ読み上げて。うん。スーパーマラドーナの S、 アームストロングの A。 あのアームストロングっていうのは、あのとにかく明るい安村の前のコンビの名前ってこと？ OK。 で、かまいたちの K、 U-NEXT の U、 まちゃまちゃの M、 赤プルの A、 鈴木拓の S、 暴れる君の A、 ガク川又の G。 誰がガクの Q 芸名知ってんだよ。川又たけるでガクね。池田一馬の愛、今一馬ね。杉ちゃんの S、 花中義明の H、 池のメダカの愛ね。順番にか、てめえこの野郎、順番に読んだら佐久間詐欺師じゃねえかよ。楽しませていただきました。どうだった？むちゃくちゃムカついた？こっちのセリフだよ。正直でもさ、エンタメの満札くらいでそっちがもう笑っちゃってたから、もうこっちも笑わせにかかるしかなかったよね。だからもう詐欺でもなんでもね、ただのおふざけ。お疲れ様でした。通報だけはやめてください。野郎ども警察に別れを告げろ、ようそろ佐久間信之でした。